3代目 RX7 となる FD3S 型がデビューしたのは1991年12月のこと。全幅のみ 1760mm と拡大されたが、驚くことにそれ以外のディメンションは先代 FC3S 型よりコンパクトになった。搭載されたエンジンは新開発の 13B-REW 型ツーローターで、これに低速域で1機、高速域では2機のタービンで火球を行うシーケンシャルツインターボを組み合わせ、最高出力は255馬力を発揮。さらにエンジン搭載位置の最適化などにより50対50の前後重量バランスをも実現していた。加えて大きな特徴だったのが軽さである。1200キロ台という車重はアルミ製のボンネットやサスペンションアーム類の採用をはじめとしたグラム単位での地道な軽量化によって達成されたものだった。 RX7 は改良を繰り返しながら進化の道を模索し、スポーツカーとしての魅力を増してきた。しかし21世紀に入ると環境規制への適応という壁に突き当たる。最後のモデルとなったのは2002年3月に発表されたこのスピリット R シリーズである。最終モデルらしいこだわりが随所に散りばめられたスピリット R だが、その中の最もホットな仕様がタイプ A で、ドリルドベンチレーテッドディスクブレーキやビルシュタインダンパーなどの採用に加え、レカロ製バケットシート2脚がおごられたスピリット R 唯一の2シーターであった。そして RX7 は2002年8月をもって惜しまれながら生産終了となった。